お待たせいたしました。ただいまより全国コミュニティスクール研究大会 in 三鷹、地域とともにある学校づくり推進フォーラム2021三鷹、三鷹教育フォーラム2021を開会いたします。私は第一部全大会の司会を務めます。三鷹市民で元三鷹市立小中学校保護者でもあります柏山真理子です。どうぞよろしくお願いします。はじめに文部科学省末松文部科学文科大臣よりご挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。文部科学大臣の末松信介です。この度は全国コミュニティスクール研究大会 in 三鷹を全国コミュニティスクール連絡協議会と三鷹市教育委員会とともに開催できますことを大変嬉しく思います。また全国各地から多くの関係者の皆様にご参加いただき心より感謝を申し上げます。さて我が国の未来を担う子どもたちが健やかに成長するためには学校のみならず家庭や地域が一丸となって取り組まなければなりません。そのため文部科学省では保護者や地域住民が学校運営に参画する仕組みであるコミュニティスクールをすべての学校で導入することを目指して取り組んでいるところであります。この大会を通じてコミュニティスクールの理解が深まるとともに社会総がかりで子どもたちの成長を支えていく機運が高まり地域と学校が連携した活動がさらに広がることを期待しております。結びに開催にご尽力いただきました全国コミュニティスクール連絡協議会をはじめ関係の皆様に感謝申し上げご挨拶といたします。令和3年11月6日文部科学大臣末松信介。末松文部科学大臣ありがとうございました。次に東京都教育委員会藤田教育長よりご挨拶いただきます。皆様こんにちは。東京都教育委員会教育長の藤田裕二でございます。全国コミュニティスクール研究大会 in 三鷹、地域とともにある学校づくり推進フォーラム2021三鷹、そして三鷹教育フォーラム2021にお招きいただき誠にありがとうございます。まず本年度の大会がつつがなく開催に至りましたことを心よりお祝い申し上げます。今回はオンライン開催ということですので通常開催にはないご苦労もあったことかと思います。主催者である全国コミュニティスクール連絡協議会様、文部科学省様、そして三鷹市教育委員会様に改めてお礼申し上げます。さて今回の大会のメインテーマはコミュニティスクールから始まるスクールコミュニティの創造と伺っております。東京都では平成31年3月に策定いたしました第4次の東京都教育ビジョンにおいて家庭、地域社会と学校とが連携協働する教育活動を基本的な方針の一つとして掲げ学校と家庭、地域コミュニティが一体となり子どもを見守り育てる教育活動そして地域コミュニティの人的資源を活用し子どもを支え伸ばす教育活動を推進しております。学校と地域コミュニティとの連携協働につきましては
学校教育に質的な向上をもたらすものとして、そして地域コミュニティにとっても活性化や地域の生きがいづくりにつながるものとして考え、これまでも各事業を実施してまいりました。具体的な取り組み事例といたしましては、文部科学省様の補助事業学校家庭地域連携協力推進事業費補助金を一部活用させていただきながら、学校や地域の課題に対して相互に連携協働して取り組む地域学校共同活動推進事業や、主に地域の住民や保護者からなるスクールガードの方々に、学校の通学路における子どもたちの安全を見守っていただく地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業などを展開しております。また放課後子ども教室や地域未来塾の事業では、地域の多様な人材を活用しつつ、子どもたちに対しては放課後や休日における学びの場を提供しております。そのような中でも、地域の住民や子どもたちの保護者が主体的に学校運営に参加するコミュニティスクールについては、今後学校と地域コミュニティの連携協働を一層発展させていくための重要な枠組みの一つになると考えております。東京都におきましては、本年3月に東京都子ども基本条例が全会一致で可決され、4月に施行されました。その前文では、社会の宝である子どもはまた社会の一員でもあるとされております。さらに、すべての子どもが誰一人取り残されることなく、将来への希望を持ってのびのびと健やかに育っていく環境を整備していかなければならないともあります。地域に支えられた学校で子どもたちが生き生きと学び、そしてその子どもたちの笑顔が今度は地域に元気を与えていく、そのような相乗効果を上げる学校と地域コミュニティの実現に向け、東京都といたしましても引き続きコミュニティスクールの推進に取り組んでいく所存でございます。最後になりましたが、本日の大会が実りあるものとなりますことを期待し、そして主催者様および参加者の皆様の発展と展望をご祈念いたしまして、本日の挨拶とさせていただきます。藤田教育長、ありがとうございました。最後に、開催市である三鷹市の川村市長よりご挨拶いただきます。皆さん、おはようございます。三鷹市長の川村隆です。本日は子どもたちの未来のために、そして全国コミュニティスクール研究大会のためにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。開催市の市長として心より歓迎いたします。本来であれば皆さんにですね、三鷹市にお越しいただいて、三鷹の森ジブリ美術館などいくつかのところをご覧いただけたらというふうに思っておりましたが、残念です。ぜひ新型コロナウイルスが完全に収まりましたら、三鷹市においでいただきたいというふうに思っています。さて、三鷹市でコミュニティスクールコミュニティを推進している本市の立役者、海野瀬教育長と私が最初に出会った時のことを少しお話しさせていただきます。もう20年以上前になるかもしれません。私が市の企画部長としてこの問題で市のあちこちを奔走していた時、当時井の頭公園のすぐそばで第四小学校の校長先生をされていたのが海野瀬さんでした。その対策で四小をお尋ねした時、最初にお会いしたということです。その頃から海野瀬さんは4章単独でなんとコミュニティスクールを実践されていました。ご自身の発意で頑張ってらしたんですね。そういう意味ですでに
名物校長として市内では有名な先生でした。それからしばらくして私が副市長として市政に参加していた時、小中一貫教育とコミュニティスクールの構想が三鷹市でも課題になった、なりました。その時この問題を解決していくためにはぜひ会の先生に教育長になってもらうべきだということで当時の市長と話をしたことを今でも鮮明に覚えています。まあ、もちろん心よく会の先生は教育長として登板していただきました。そして平成18年三鷹市はコミュニティスクール作りの第一期を迎えます。三鷹市内には全部で7つの中学校があるんですけれども、その中学校区ごとにですねコミュニティスクールを基礎にした小中一貫教育、これがその後ずっと先生の辣腕によって実現していきました。その後会の教育長は一度お辞めになっていただきましたが、私が市長になった約2年前再度三鷹市の教育長にお願いしたいということで、まさに3個の例を持ってお迎えしたのが昨日のことのようです。そしてまた9月にですね議会で再任の決議がされましたので、今に至って頑張ってらっしゃる、これから本格的に展開するということで頑張っていただいています。今度の会の教育長の第2期目の第2回目のテーマは本日のこの研究大会と同じコミュニティスクールからスクールコミュニティ、それを大きなテーマとして掲げています。まさに三鷹市はこのスクールコミュニティ、そういった新しいステージに向かって現在邁進しているところでございます。この内容につきましてはおそらくこの後会の末教育長の口からですね熱い言葉がほとばしるように出てくると思いますので、その時をぜひご期待ください。さて一方三鷹市は半世紀前からコミュニティ行政を展開してきています。まさにコミュニティ行政の限界をですねさらに突き破っていくためにこのスクールコミュニティの構想が刺激剤になり、また補完し合って必ずや素晴らしい実現を達成できるものと信じています。本日はオンラインでの研究大会というふうになりましたが、かえって真剣な討論がですねこの映像を通して皆さんの胸に届くものというふうに思っていますし、そこからまた地域の中でコミュニティスクール、スクールコミュニティの議論が活発に起こるというふうに期待しています。最後になりますが、本研究大会の開催にご尽力いただきました文部科学省の皆さん、ご講演いただきました東京都教育委員会の皆さんをはじめ多くの関係者の皆さんに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。川村市長ありがとうございました。